皆さんこんにちは。本日はシアトルタコマ国際空港に来ております。本日はですね、深夜便にてシアトルからボストンまで移動したいと思います。で、今回の便がこの後ろに見えるデルタの757-200です。日本ではもう珍しい機材ですね。なので結構乗るのが楽しみです。今回は直前のアップグレードをいただきまして、ファーストクラスで深夜便に乗ることができたので、たっぷり寝ることができます。だからこの便でも多分短くなると思うんだよね。もう乗ったら多分すぐ寝るんで、座席の紹介とか詳細にはできないと思うんですけれども、今後も多分乗る機会があるので、その時に詳細はお見せしたいなというふうに思いますが、アメリカの深夜便、西海岸から東海岸の移動ですね、どんな感じなのかっていうのを見ていただければと思います。アメリカの空港にしては珍しくゲートがかなり落ち着いてます。プライオリティボーディングが始まるので、今回はプライオリティボーディング使って早速乗ろうかなというふうに思います。これ席に座り始めて、やっぱり一番最初に気づくのが通路へのアクセスがしやすいってことですね。結構隣に人がいたにもかかわらず、簡単に通路に荷物を置くことができました。席自体も結構広めに幅が取られていて、特に窮屈に横幅ね感じることもなくて、前見ていただけると分かるんですけれども、やっぱり足のスペースがかなり多くて、まあこれフルフラットになるので全然スペースに関しては問題ないなと思いました。機体自体はボーイングの737であったり、エアバスの321にすごい似てますね。ストレージルームもすごい多いです。なのでストレージに困ることもなくて、本だったりとかスマホを置くスペースもありますし、後ろにはこのようにヘッドホン置き場であったり、ペットボトルの水がすでについていました。この BOSE のイヤホンに関しては後でつけることになるんですけれども、ノイズキャンセリング機能がついていて使いやすかったです。The seatbelt sign is on. It's on for your safety. So please remain seated with your seatbelts comfortably fastened.
映画のセレクションに関しては他の機体と一緒で150タイトルぐらいあるので映画のセレクションに困ることはなくて、デルタ航空は音楽に関しては Spotify と契約を結んでるみたいで Spotify の音楽を聴くことが可能になってます。離陸してすぐに食事の時間になりまして、かなり豪華な食事をいただくことができます。ご覧いただけるようにプラスチックとかに入っているような食事ではなくて、ちゃんとしたプレートで、かつフォークとかナイフとかも綺麗なものをいただくことができて、すごい良かったです。これは深夜便にもかかわらずこのように食事が出るのは嬉しいんですけれども、同時に寝たいっていう気持ちもあるので、食べたいけれども寝たいという、まあ、気持ちのミックスがありますね。で、まあ、もちろんご飯断ることもできるんですけども、それはそれでもったいないなと思ってたので、ご飯は断らずに深夜でしたけれども、食べることにしました。Ladies and gentlemen, welcome to Boston with the local time. It's 7:08 a.m. ボストンに到着いたしました。時刻が7時20分ぐらいなので、まあ、定刻通りぐらいの到着になりました。今回ね、直前でまたアップグレードがされて、深夜便にもかかわらずフルフラットのベッドに乗れたのは最高でした。今回の動画が面白かった、楽しかった、参考になったという方はぜひ LIKE ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画まで、バイバイ。